はい、皆さんこんにちは。で、不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言います。では2022ですね、豪華基礎講座鑑定理論第1回講義を行っていきます。まず1回目ということで、少しねガイダンス的なことからお話をしていきます。不動産鑑定試験は担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっています。で、いずれの試験においても出題されるのがこの鑑定理論という科目になってきます。で、この鑑定理論という科目について、まず初めに受けていただく、知識をね、基礎知識をインプットしていく講座がこの合格基礎講座ということになってきます。担当論文共通の知識をこれから学んでいくんですけど、ただ、担当式試験合格しないと論文式試験合格することできませんので、講義の進め方としましては、担当対策をメインにして講義の方をですね進めていきます。なので、まずは担当式試験の概要から説明をしていきます。はい、画面を見てください。はい、担当式試験、まずはじゃあ試験期日ですね。いつ試験が行われるかと言いますと、例年通りですと、5月の第2日曜日が、例年通りの試験日程となりますので、予定通りですと2020年度皆さんが受けるべき担当本試験は5月の8日の日曜日ですね、母の日なんですけどが予定日ということになっていきます。正式には年明け1月ぐらいに正式に発表されるんですが、一応予定ですと、5月の8日日曜日が予定日ということになっていきます。で、常に逆算して意識して学習していくことが重要です。あっという間に本試験来てしまいますので、残り何日か意識を持って、締め切り効果で学習していく必要があります。あと1点だけ、受験手続きですね、願書の手続きが例年ですね3月の上旬ぐらいが締め切りになっています。で、毎年ですね、1人2人ですね、受験手続き忘れてしまいましたっていう方いるんですけど、こればっかは私どうしようもできませんので、受験手続きはですね、3月上旬ぐらいが締め切りになってますので、忘れずに行うようにしてください。はい、続いて担当式試験ですね。では試験科目はですね、これ2科目ですね、行政法規と鑑定理論ですね、この2科目で担当式試験実施されます。まず行政法規ですね、不動産買っていきままに使えるものではありませんので、さまざま規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する、37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になっています。もしも宅建試験とか受けられた方いるならば、宅建試験で学んだことの、4割ぐらいが重なってくる、入りやすい科目がこの行政法規という科目になってきます。一方、もう一方、私が担当するこの鑑定理論ですね、不動産を鑑定するときの理論、考え方を学んでいく。なかなか大学とかでも教えていないので、ほとんどの方が初めて学ぶ、科目がこの鑑定理論という科目になってきます。で、試験時間はと言いますと、それぞれ2時間ずつで問題解いていく、そういった試験時間になっています。で、問題の形式はと言いますと、5択のマークシート方式で各科目ですね、40問ずつで問題が出題されます。宅建試験は、4つの選択肢から1つの正解書を選ぶですね、4択ので50問という形式だと思うんですけど、鑑定試験の担当式試験は、5択で40問それぞれ出題される、そういった形式になっています。で、1問 2.5 点と配点されまして、で、かける40問で100点満点に2科目合計で200点満点で試験が課せられます。では、どれぐらい点数取ると合格することができるのかってことですね。合格ライン、願書には総合点でおおむね7割と示されています。200点満点なんで140点ぐらいが合格ラインということですね。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。問題が優しければラインは上がっていきますし、難しければラインは下がっていきます。ちなみに、令和2年の本試験の合格ラインは、132.5 点になっていました。かなり低めのラインですよね。令和2年の担当本試験の合格ラインは132点が合格ラインになっていました。で、注意点がありまして、科目ごとに一定の点数が必要となされています。つまり、例えば合計点、総合点で、例えばね、合格ラインが140点で、で、140点オーバーしたとしても、それぞれの科目ごとにこう最低取らなければならない点数というのがね、求められていまして、それを超えていないとですね、合計点で総合点で合格ラインクリアしていても不合格になってしまう、そういった制度になっています。で、令和2年度です と受験生の平均点というのが公表されるんですけど、だいたいそれぞれの科目平均点のちょい下ぐらい、平均点弱ぐらいが、この最低の点数として設定されていたと、想定されています。令和2年度です と行政法規が50点、鑑定のが65点が最低ラインです。結構高い最低ラインです。
なので2科目やっぱりバランスよく、どちらか一方で極端に取って合格するというのは厳しいので、バランスよく点数を取っていく必要があります。なので鑑定理論としてですね、クリアしてもらいたいですね。点数は鑑定理論で、40問中30問、75点クリアを目標にしていただきたいということになってきます。最近の本試験は、この行政法規がちょっと難しいなっている傾向があります。難しい傾向がありますので、なので少し鑑定理論の方で多めに取ってもらいたいので、40問中30問ですね、まあ、7割5分ですね、75点をクリア目標として勉強を進めていただきたいということになっていきます。ポジティブに考えると、まあ、10問間違えても合格することができるということです。まあ、満点は不要なんだということになってきます。では敵をやっつけるためには、こう敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題で、ね、確認していきます。はい、これ実際の令和2年度の担当本試験の問題ということになってきます。今これ収録しているのは令和3年の担当本試験の前の時期に収録していますので、直近の本試験問題はこれ令和2年の担当本試験問題ということになっていきます。これ A4 版の、ね、本試験問題、こういった、国家試験の問題というのは、こう秘密保持の観点から刑務所内の印刷するところとかで作成されているなんて聞いたことがあります。鑑定試験もそうかもしれません。で、令和2年の不動産鑑定士の担当式試験ということになってきます。で、不動産の鑑定評価に関する理論、略してこう鑑定理論と言われたりします。で、100点満点ですね。で、試験時間2時間です。で、午前中、朝10時から2時間、12時半2時間で行政法規40問解いて、で1時間半の休憩挟んで、午後の1時半から3時半の2時間で鑑定理論の問題を解いていく、そういったスケジュールになっています。注意事項を示されているんですけど、ではね、縦さん見てください。問題用紙は表紙を含めて31ページとなっています。40問ありますので、それなりのページ数ですね、があります。で、ただ注意事項の4ですね。回答は、回答用紙の記入要項を要領に従って、必ず、黒の鉛筆、HB または B でマークする必要があります。筆記用具が指定されてまして、HB または B の黒の鉛筆を使う必要があります。つまりシャーペンは使えないですね。シャーペン使えません。シャーペンはマークシートの読み取り機が、読み足らないことがあるようでして、なので、指定されている筆記用具はこれ鉛筆ですね。 HB または B の黒の鉛筆が指定されています。最近はね、なかなかちょっと鉛筆使わないと思うんですけど、ちょっと鉛筆を準備していただきまして、レクの答案練習会、答練の段階からここで鉛筆を使ってですね、マークシートにマークをしていくようにしてください。はい、じゃあ、あとね、問題の形式がいくつかありますので、ちょっと問題の形式確認していきます。内容はわからないと思うんですが、ちょっと問題の形式ですね、確認をしていきます。まずは18ページですね。はい、問題の形式見ていきましょう。はい、じゃあ、問題22ですね。問題22は、括弧1から括弧5という形で5つの選択肢が与えられていて、問題文1行目最後、誤っているものはどれかという形式になっています。これ、誤っているもの、もしくは正しいものですね。一つを選ぶ。これ、単純整合問題と言ったりします。誤っているもの、もしくは正しいものね。一つを選ぶ。これ単純整合問題と言います。で、続いて、すぐですね。問題21。問題21は、こう、いろはにほという形で5つの記述がありまして、で、選択肢として、この5つの記述の組み合わせですね。いろ、いに、いほ、はに、はほという形で、5つの組み合わせ、選択肢が与えられていて、で、問題文、1行目最後、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれかという形式ですね。こういった形式のことをですね、組み合わせ問題と言います。誤っているもの、もしくは正しいものの組み合わせを選ぶ、そういった形式は組み合わせ問題ということになってきます。で、続いて、では、ね、23問見ていきましょう。問題23はですね、こうまず一定の記述ですね、説明文がありまして、でその中でこういろはという形でですね、空欄が空いています。空欄ですね。で、空欄に入るべき語句の組み合わせが5つ選択肢として与えられてまして、で問題文2行目最後、空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれか、こういった形式です。こういった形式のことをですね、
穴埋め問題なんて言ったりします。はい、あともう一つ形式ありまして、鑑定論40問で最後の2問ほどで出される形式がありまして、でそれが問題40で見ていきましょうね。問題40問中最後の2問ほど出される形式がありまして、それが、ね、数字が120万とか110万とかね、一定の数字が与えられていて、で、計算結果が5つですね。106万、109万、110万、112万、114万って書いてて、5つ計算結果が、ね、選択肢として与えられていて、で、問題文2行目、計算結果として正しいものはどれかって形式ですね。こういった形式のことをですね、まあ、計算問題と言います。計算問題は、高度な数学とかは不要です。微分とか積分とかね、そういったところまで不要で、まあ、いわゆる四則計算ですね。足し算、引き算、掛け算、割り算で解けます。ポイントはこれ、電卓を使えないということね。手計算必算で、しかも40問中最後の2問ですので、限られた最後の時間で解いていかなければならない、そういった形式の問題が計算問題です。どうしても計算問題は限られた時間で手計算なので、ケアレスミスをしやすい形式です。つまり難易度としては高い形式がこの計算問題ということになってきます。手計算なかなか厳しいですよね。電卓使えません。手計算で、しかもね、最後の2問なので、残り限られた時間で解いていかなければならない、そういった意味ではケアレスミスしやすい、難易度の高い形式が計算問題ということになってきます。でこの4つの形式あるんですけど、では令和2年度の本試験で、何問ずつで出されていたかと言いますと、単純整合問題が17問、組み合わせ問題18問、で穴埋めが3問の計算問題が2問という形で出題されています。特にこの組み合わせ問題が一番数多くの問数が出されていますね。18問。組み合わせ問題というのは、確実な知識があればそれをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる、難易度としてはですね、一番多分簡単な解きやすい形式が組み合わせ問題です。組み合わせ問題というのは、確実な知識がね、しっかりと一つあればそれをヒントに消去法的に、正解を導き出すことができる、そういったね、難易度としてはですね、多分一番正解しやすい、形式がこの組み合わせ問題です。なので戦略としましては、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことがポイント重要となってきます。10の不確かな知識よりも、まあ、7の確実な知識で、まあ、合格を目指すですね、そういった戦略が重要ということになってきます。はい、では続いて鑑定理論という科目の特性についてお話をしていきます。では鑑定理論、どういった内容を学習していくかと言いますと、鑑定理論というのは一言で言うならば、学習内容としましては、不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていく、そういった科目ということになってきます。不動産鑑定士が鑑定評価をするときに判断の拠り所となる、まあ、条文のような不動産鑑定評価基準、まあ、略して基準、あとその弟分であります留意事項について、単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった科目ということになってきます。で、鑑定理論というのは担当論文いずれでも出される共通科目です。で、論文式試験でもね、これ専門科目ですので、出題されます。で、論文式試験というのは、じゃあどういった試験かというと、なんか自分の考えをですね、小論文のように書くとか、そういった試験かというと、そうではないですね。鑑定理論の論文式試験というのは、暗記してきた基準留意事項を現場で問題文に合わせて吐き出す、そういった試験です。なんか自分の考え方書くとかそういうのではなくて、暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場でダーッと吐き出していく、そういった試験なんです。この基準留意事項というのは、試験員とのいわゆる共通言語なんですね。英語みたいなものです。基準留意事項というのは試験員との間の共通言語です。なので、自分の理解を正しく試験員にアピールするためには、この共通言語であります基準留意事項を使って回答を作成しないと、適切に理解を試験員にですね、アピールすることができないということです。つまり、論文式試験合格するためには、この基準留意事項の暗記というのが必須になってきます。これ、ね、必ず必要になってきます。一方で、担当式試験というのはこうマークシートの試験ですので、暗記はそれほどですね、意識しなくても合格することはできます。どちらかというと、担当対策としては、こちらの方で、ね、理解を伴わせる。まあ、過去問をしっかりと、ね、解いて、まあ、キーワードを中心に理解を伴わせていく。まあ、こちらの方が重要になってくるのが、まあ、担当対策ということになってきます。で、鑑定類の科目ですね、試験における位置づけはと言いますと、
英語担当論文いずれでも配点の半分を占める最重要科目ということになってきます。担当式試験は行政法規と鑑定論2科目ですので2分の1配点の半分を占めてるんですけど、論文式試験、行政法規という科目はこれ担当式試験だけの科目ですね。論文では出題されません。で、鑑定論は専門科目ですので論文式試験でも出題されます。で、加えて論文式試験は民法経済学会計学ですね、計4科目で試験が課せられます。論文式試験というのは、民法経済会計学、そして鑑定理論という、ね、4科目です。ただ鑑定理論は他の3科目よりも多くの問題が論文本試験出されます。なので、論文式試験、600点満点なんですけど、そのうちの300点が鑑定理論に配点されています。論文式試験においても鑑定理論は配点の半分を占めているということです。つまり担当論文を通じて最重要科目配点の半分を占めてますので、鑑定理論を苦手としているようですとなかなか担当論文いずれにおいても、合格はですね、こう難しい厳しいものになってくる、そういったこれ位置づけということになってきます。で、もう一つこの鑑定理論、担当論文で学ぶべき知識は共通ということになってきます。アウトプットが異なる、それが担当論文での違いということになってきます。担当論文特有の知識というのは基本的にはないです。この後基本テキストを見ていくんですけど、基本テキストはこれ担当論文共通の基本テキストとなっています。で、学んだことをですね、試験員にこうアピールする仕方ですよね。アウトプットが異なる、つまり担当式試験はマークシートにマークして自分の理解をアピールする、一方論文式試験は、回答用紙に論文文章を書くことによって試験員に自分の理解をアピールする、アウトプットが異なるだけで学ぶべき知識は担当論文で共通ということになってきます。故に戦略としましては、ぜひ鑑定理論を得意にして担当式試験合格していただきたいということになってきます。行政法規は担当式試験だけの科目です。つまり行政法規いくら得意になっても論文にはつながらないということで、論文の貯金にはならないということです。一方鑑定理論は担当と論文共通の科目ですので、担当段階で鑑定理論頑張れば頑張るほど、得意にすればするほど、これ論文の貯金になっています。共通の知識なので、なので論文につなげるための最終合格を近づけるためにも、担当段階で鑑定理論の方を、しっかりとやって得意科目にして担当試験で、合格していただきたい、それが、重要な戦略ということになってきます。はい、では続いて、担当式試験目指すためのコースですね、この担当合格コースというものを受講されていると思うんですけど、そちらのコースの流れについて説明をしていきます。はい、まずはこれから受けていただくですね、この合格基礎講座ですね、を受けていただきます。行政法規と鑑定理論ですね、いずれも基礎知識をインプットしていく合格基礎講座、鑑定理論が20回、行政法規が14回で、合計34回のまずは基礎知識をインプットしていく合格基礎講座を受けていただきます。続いて行政法規改正対策講座というものを受講していただきます。行政法規、法律です。法律というのは改正がなされます。で、改正点というのは試験で狙われやすいところでして、なのでその対策を、しっかり試験対策を行っていく必要がありまして、それがこの行政法規の改正対策講座全1回の講座ということになってきます。で、続いて、担当総まとめ講座というものを受講していただきます。名前の通り、知識をですね、今一度総まとめしていく、この合格基礎講座に身につけた基礎知識を今一度再確認していく、総まとめして再確認していく講座が担当総まとめ講座ですね。鑑定理論の4回と行政法規4回で計8回です。で、鑑定理論4回のうち最終回4回目で計算対策を行っていきます。この担当総まとめ講座、鑑定理論は全4回なんですけど、その最終回第4回で、先ほど40問中2問ほど出される計算問題ですね、計算問題の対策をこの担当総まとめ講座の最終回4回目で行っていきます。で、続いてこう担当実践答練というものを受けていただきます。本試験レベルの実践的な答案練習会ですね、実際問題を解いていただきます。鑑定理論、行政法規、それぞれ3回ずつの計6回ですね、実践的な問題を解いていただきまして、で、最後全国レベルで仕上げを行っていく全日本担当公開模試ですね、全日本の公開模試を受けていただきまして、で、5月の本試験に臨んでいただく、こういったコースの流れになっています。
で、これらのうち、ね、前者3つで上にこうインインインって書いてあります。なんかピンクのところですね。このピンクのところはですね、知識をインプットしていく講座ですね。こちらは知識をインプットしていく講座です。で、インプット講座というのは、1回あたりの講義時間が、2.5 時間になっています。で、この 2.5 時間の1回あたりの講義が、4ユニット制でですね、成り立っています。1ユニット35分で、かける4ユニットで、2.5 時間の1回分の講義というようなシステムになっています。これユニット制になっているので、特に通信の方なんですけど、自分の生活スタイルに講義の受講をですね、入れ込みやすい、そういったシステムになっています。つまり、例えば、朝早く起きて、1ユニット35分分の講義をまずね、見ていただきまして、で、通勤通学をして、で、帰宅した後に残り3ユニット分の講義を受講するということができるわけなんですね。生活の中に35分の隙間があれば講義を受講することができるですね。自分の生活スタイルに講義を入れ込みやすい、そういったシステムになっているのがこの4ユニット制の、まあ、こっちのレックの講義スタイルということになってきます。で、この後ろ2つですね、黄色のところですね、実際に問題を解いていくですね、アウトプットクォーターですね。こちらは、まず2時間で40問問題解いていただきまして、で、休憩挟んで50分の解説講義を受講していく、そういった講義の流れですね。まあ、トータルするとだいたい3時間ぐらいの講義時間になっています。で、これね、受けていくペースなんですけど、受講のペースですね。特に通信の方はですね、自分で自己管理して受講していかなきゃならないので、これ、ね、受講のペースなかなか難しいとは思うんですけど、まず目安としましては、受講ガイドがコース申し込むとついてくるんですけど、受講ガイドに、水道橋本校 の、 生クラスの、講義スケジュールが受講ガイドに掲載されてますので、まず通信の方はですね、その生クラスの講義のスケジュールですね、それを一応ね、参考に自分の、ね、講義の進め方確認するようにしてください。生クラスのペースをですね、一応自分も通信の方も目安にして、まあ、受講していくようにしてください。それが一応目安ですね。で、さらにざっくりとした目安を言いますと、こちらのこの基礎機の合格基礎講座ありますよね。全34回、鑑定料20回、行政法規の14回ですね。こちらのこの基礎機の合格基礎講座をですね、ざっくりと年内いっぱいにはね、終わらせていただきたいってことなんですね。いつから始めてもですね、春から始めても、夏から始めても、秋から始めても、ざっくりと言うと、年内いっぱいにはこのね、合格基礎講座、全34回分の受講を終えていただきたいってこと。まあ、秋から始めた方はですね、まあ、1月ぐらいまで伸ばしてもいいと思うんですけど、まあ、ざっくりと言えば、年内いっぱいにこの基礎期の34回分の基礎講座の受講を終わらせていただきたいということになってきます。春から始める方はですね、週1コマぐらいのペースで十分年内いっぱいに受講することができます。夏からの方はだいたい週2コマぐらいのペースですからね。で、秋からの方はですね、ちょっと週3コマぐらいのペースで受講していただくと、年内いっぱいにこの全34回の合格基礎講座受講することができます。で、年明けからはこれ全員も合流してですね、いつから始めても年明けからはね、合流して、この完成期の残りの講座当連を、まあ、週2回ぐらいのペースで受講していただく。まあ、そういった講義の流れですね。受講ペースということになっていきます。いつから始めても年内いっぱいにこの合格基礎講座の受講を終わらせて、で、年明けからね、もう全員が合流して、週2コマペースで残りの講座当連を受けていただく。まあ、そういった流れということになってきます。で、これから受けていただくこの合格基礎講座ですね、受講の仕方なんですけど、予習は一切いりません。もう予習は不要です。とにかく復習が重要です。で、復習はぜひですね、講義の時間の倍ぐらいの時間を使ってください。最低でも、講義の時間の最低でも倍ぐらい、つまり1コマ 2.5 時間ですので、1コマの講義復習するときには倍の5時間以上ね、時間かけて復習をしていくようにしてください。とにかくこの合格基礎講座ですね、細かいところは気にする必要ありませんので、幹となる部分ですかね、大枠をつかむということを意識して、どんどんですね、講義先に進めるようにしてください。細かいところはですね、繰り返し学習することによって分かってきます。受験用語で全体を一通り学習することを回すというんですけど、担当対策としては、どれだけ全体を数多く回すことができるか、これが重要になってきます。
特に初期段階ですね、この合格基礎講座初めて受けている段階においては特に細かいところは気にせずに、なんか一つ一つわからないと先に進めないだと、いつまでたっても先に進めることできませんので、とにかく細かいところは気にする必要はないです。細かいところはですね、4回し目5回し目の何回も回すことによって後々分かってきますので、とにかく幹となるところですね、大枠をつかむってことを意識して何回もね繰り返し繰り返します。とにかく先に進めるということです。何しかもミルフィーユね、薄くで構わないので、こう薄い層で構わない、何回も何回も全体を回すことによって少しずつこう積み上げていく。で、細かいところから5回し目6回し目ですね、後々分かってきますので、まずはね一回し目は特に細かいところは気にせずに、大枠をつかむってことね、幹となるところをね意識するってことを踏まえて、どん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 ね先に進めるようにしてください。はい、あとは、通信の方はですね、質問、メールでの質問、教えてチューターという、ね、制度がついています。もちろん講義内容、あとは勉強方法とか何でも構いません。質問の制限、回数制限とかもありませんので、通信の方は、ね、この教えてチューターとメールでの質問を活用していただいて、どんどん、ね、遠慮なく質問をするようにしてください。あとこれからちょっと講義を受けていただくときに、こう準備していただきたいものがありまして、講義の中でですね、まずマーカーですね、ピンク、ブルー、グリーン、イエローの、ね、マーカーと、あとはねちょっと太めの赤と青のペンを使っていきますので、ちょっと準備できる方はこの4色のマーカーと、この赤と青のちょっとしたペンですね、ちょっと準備していただいて、この後ね合格基礎講座受講するようにしてください。はい、あとは送られてきた教材について説明していきます。はい、まずお手元、この2022合格基礎テキスト鑑定理論というものが、ね、届いていると思います。これ講義で使用するメインテキストということになってきます。こちらを使って講義をしていきます。これ担当論文共通の基礎テキストとなっています。ちょっと形式を確認していきましょうね。ではちょっと80ページ、はい、80ページ使って形式を確認していきます。はい、ちょっと80ページ開いていただきまして、合格基礎テキスト80ページ開いてください。はい、でまずこの上、実践で囲まれている部分がありますよね。これが不動産鑑定評価基準、基準を表しています。すぐ下、点線で囲まれている部分がありますね。点線で。こちらが弟分、留意事項を表しています。横見出し見ていただきますと、まずは担当素材年度、直近10年分の担当素材年度がまず示されてまして、ですぐ下論文素材年度も合わせて示されています。これ担当論文共通の基礎テキストですので、ここ、ね、いずれも素材年度が示されています。で、効果系24とありますよね。効果系というのは論文向けの補助教材のこれ番号です。なので担当対策の人はこの効果系の番号は、ね、無視するようにしてください。読み出しにこうコメント等々がです、ね、示されていますので、重要なコメント等々は適宜講義の中で指摘をしていきます。こういった形式になっています。で続いてですね、続いて、はい、お手元、2022合格基礎講座鑑定のパワーポイント画面集というものがお手元届いていると思います。これは今まで見せてきましたこのパワーポイントの画面ありますよね。こちらを冊子状態にしたものがこのパワーポイント画面集です。まあ復習用です。これ講義ではね使用しません。これ復習用の今までこう見せてきましたパワーポイントの画面をですね冊子状態にしたものですね。これ復習用の教材ということになってきます。復習の際ですねパワーポイントこれ確認するようにしてください。で続いてですね、続いて、2022足別鑑定理論上下巻というのはお手元届いていると思います。足別鑑定の上下巻ですね。こちらは令和2年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したこれ過去問集です。足別鑑定理論というのは令和2年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集し直したレックの過去問集ということになってきます。これ講義ではやっぱり使用しません。これ復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。講義では使用しません。復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。ちょっと形式見ていきますね。ちょっと上巻使って見ていきます。じゃあ上巻の32、33ページでちょっと形式確認していきます。はい、32、3ページ開いてください。
はい、芦別上巻の32、33ページ開いてください。はい、で、左が問題、右がね、解説ですね。こう丸バツの一問一答形式のスタイルになっています。で、左の問題で、ちょっと横見出しのとこ見ていただきますと、重要度が星1つ、2つ、3つという形でランク付けされています。これ星が多ければ多いほど重要度が高まっていきます。で、これ復習の際には星2つと3つの問題だけを解くようにしてください。つまり星1つの問題、これ無視するようにしてください。これ過去問集なので、網羅性の観点から星1つのね、問題も掲載してるんですけど、星1つの足はこれ解かなくて無視してください。復習の際にやるべき問題は星2つと3つです。しかも1回目の復習は星3つだけやってください。星2つは、全20回講義を受講した後でないと、で、全体を学習した後でないと解けないような内容になってますので、まず1回目の復習で解くべき足別は星3つです。で、2回し目、3回し目の復習から星2つにも広げる。で、星1つはね、やらなくていいものです。星1つやって質問とかしないでくださいね。でも載せるなって話なんですけど、ちょっと網羅性の観点から載せてますので、星1つはですね、かえって理解をね、阻害してしまいますので、やらなくていいものです。もう無視するようにしてください。復習は星2つと3つのね、足別の問題を解いていく、そういった復習です。で、ちょっと解説を見ていただきますと、解説に最後、テキスト、例えば14ページ、 P14 って形で示されています。これは合格基礎テキストの該当ページが示されています。なので、鑑定理論の復習の仕方というのは、足別を解いて、で、解説を見て、で、必ずこの合格基礎テキストの該当ページに戻ってください。問題を解きながら合格基礎テキストをですね、今一度確認、潰していく、これが鑑定理論の復習の仕方で、この合格基礎的って戻るときには、この問われている知識だけを確認するんじゃなくて、その前後の知識も合わせて確認するようにしてください。合格基礎テキストに戻る際には、問われている知識だけをテキストで確認するんじゃなくて、その問われている知識の位置づけだったり前後関係も含めて、周辺知識も合わせて確認するようにしてください。足別を解きながら合格基礎的に戻って、で、前後関係も確認して、こう網羅的にテキストをですね、再度潰していく。これが鑑定理論の、復習の仕方ということになってきます。で、あと届いているのが、この手のひらサイズの緑の表紙のモバイル鑑定評価基準というのをお手も届いていると思います。こちらも講義では使用しません。これ、暗記用のツール本ですね。暗記用のツール本です。論文式試験合格するためにはね、基準理事項、暗記が必要だとお話ししました。その暗記のためのツール本ですね。持ち運んで覚えていくツール本が、このモバイル鑑定評価基準です。で、短期で合格する人は、もうやっぱり担当段階から暗記を進めています。論文に合格するためには、この基準理事項の範囲としても7割、精度としても7割ぐらいに持っていかないと合格できないですね。正直言うと暗記大変です。なので、できる限り早い段階から、ぜひね、担当段階から暗記できる方はですね、頑張って今日からこれ持ち運んでいただいてですね、隙間時間にですね、こうペラペラ開いていただいて、少しずつ暗記、基準理事項の文言にですね、慣れていくようにしてください。これ、暗記用のツール本が、このモバイル鑑定評価基準ということになってきます。合格する方は、これ、ボロボロになります。本当に。ずっと持ち歩いているので。ぜひですね、皆さんもボロボロになるまで、これ、使い倒していただきたいということになってきます。はい、あとは、では、鑑定理論のちょっと全体構造ですね、ちょっと説明していきます。鑑定理論というのはですね、大きく総論と各論に分かれていきます。鑑定理論というのは大きく総論と各論に分かれていきます。総論というのは、すべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論です。で、各論というのは、それを踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが各論です。総論というのは、すべての不動産共通の考え方を学んでいくもの。それを踏まえて、個別具体的な案件ごとの求め方を確認していくのが、各論ということになっていきます。で、総論が章としては、第1章から第9章ですね。で、各論が第1章から第3章。つまり、全部で12の章から鑑定理論は成り立っています。で、実際本試験ですと、どの章から問題が出されているかといいますと、令和2年度はこれ、
すべての章から問題が出されています。つまりやらなくていい章というのはないです。すべての章から問題が出されていますので、やらなくていい章というのはないんです。ただ、問数が、出題数が多い章がありますね。これね、丸で囲んでるところなんですけど、総論第5章、7章、各論第1章、第3章で、65% をですね、令和2年度は占めていました。なので、特にこの総論第5章、7章、各論第1章、第3章がまあ重要ということで、ね、まあ、メリハリをつけるならば、この4つの章が、まあ、これ担当論文通じてですね、論文でも重要です。担当論文を通じてこの4つの章はまあ重要な章というね、メリハリをつけて学習していくということになってきます。はい、これ以上鑑定量の構造ということになってきます。では切りがいいので以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。ではね、早速中身入っていきますので、お手元合格基礎テキストを準備していただきまして、では目次等々を飛ばしていただきまして、テキスト1ページ目ですね、1ページ目開いてください。はい、中身入っていきます。合格基礎テキスト、1ページ目開いてください。橋垣本章の特徴、目次等々を飛ばしていただきまして、ページ1ページ目ですね、総論第1章と書かれている扉のページ開いてください。はい、よろしいでしょうか。では中身入っていきます。総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、まあ、基本的な考え方、まずは学んでいきます。はい、では下、本書で学習することという文書のところを見てください。では本文、第1章で学習することは不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです。まあ、ベーシックなものを学んでいきます。この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となりますとなっています。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれてまして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ですね。鑑定理論という学問ですね、体系的に理解する鍵、つまり指針となるものが示されているのが総論第1章ということになってきます。で、続きの文章、ただしから、ただしこの章は第1章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章となっています。いきなりスタートからちょっと難しいんです。これ理論的根拠なのでちょっと抽象論なんですね。なのでちょっと記述がやや分かりにくい、そういった内容になっています。はい、最終段落、第2章から第9章の学習を一通り終わらせてからもう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだときに必ず1章に戻ってきます。戻ってきたときに1章を理解できる程度にしておくのが1章のまあ復習の到達点です。必ず2章以降の具体的な概念を学んだ後に1章に戻ってきます。戻ってきたときに、ああ確かに1回目の講義でこんなことやったなって思い出せる程度にしておくのが1章の復習ですね、まあ、到達点ということになってきます。はい、で下見ていただきますと、担当論文の出題傾向を示されているんですけど、これは収録しているのが、いずれもね、令和3年度の担当論文本試験が実施される前にこれ行われてますので、令和3年度の、ね、担当本試験の出題数は担当総まとめ講座のテキストの方に掲載しますので、そちらでね、一番直近の本試験における出題数ですね、確認するようにしてください。担当総まとめ講座のテキストで令和3年の担当のね、章ごとの問数ですね、示していきます。はい、では2ページ進んでください。はい、第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察を学んでいきます。でまずはじめにこう全文的に6行ほどで、これから1章でどんなことを学ぶのかってことが書かれてるんですけど、これいきなりなんですけど、これ試験対策としてはこれ不要のところになって、これ、ね、覚える必要がないところになってきます。いきなりなんですが、このね、2ページ一番上の基準の6行ほどの基準は、これ全文的な表現なんですけど、試験対策としてはですね、不要な、覚える必要がないところになってきます。はい、で総論第1章は、第1節から第4節ですね、4つの節から成り立っています。まずはね、ちょっと大枠を確認していきましょう。まず第1節は何を学んでいくかというと、不動産とその価格について学んでいきます。客体であります不動産って何なの、不動産の価格って何なのということを学んでいくのが第1節ということになってきます。
ちょっと5ページ進んでいただきまして、5ページ。5ページ進んでください。で、続いて第2節は何を学んでいくかというと、不動産とその価格の特徴ですね。では、不動産ってどんな特徴があるの？不動産の価格ってどんな特徴があるの？ということを学んでいくのが第2節ということになってきます。続いて、では12ページまで進んでください。12ページ。はい、12ページ進んでください。第3節は不動産の鑑定評価、これ行為そのものですね。鑑定評価ってどんな意義があるの、さまざまな観点から鑑定評価の意義を学んでいくのが第3節ということになっていきます。で、最後の節が14ページ第4節、不動産鑑定士の責務ですね。我々鑑定士に課せられている、まあ、責任義務、責務といいます。責務としてはどんなものがあるのかということを学んでいくのが第4節、不動産鑑定士の責務ということになっていきます。まずはざっくりと4つの節ですね、大枠を確認しました。では第1節から今一度確認していきましょう。2ページ戻ってください。はい、2ページ戻ってください。では第1節、不動産とその価格学んでいきます。まずは、グロービータイトル、不動産のあり方という概念を確認していきます。では、実践枠の中、基準の文言を確認していきます。不動産は通常土地とその定着物を有、土地はその持つ有用性のゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各藩の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。以降ですね、私は講義の中で担当対策として重要なフレーズ、マーカーを、ね、してもらいます。はい、では上から4行目、不動産のあり方というところをマークをしてください。担当対策として重要なフレーズですね、今後マーカーをしていただきます。はい、上から4行目、不動産のあり方、マークをしてください。重要な概念ですね、不動産のあり方というところをマークをしてください。はい、では冒頭からね、今一度確認していきます。不動産は通常土地と、まあ、建物等々に代表される定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。例えば、土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに、全ての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだ。で、この土地を我々人間がさまざまな目的のためにどう利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方に具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは、簡単な表現で言うと、皆さんが目にする街並みのことです。不動産のあり方というのは、言い方を変えれば、皆さんが目にする街並みです。街並みです。街並みを見れば、土地と人間との関係、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか把握することができるんだ。そういった概念ということになってきます。不動産のあり方というのは、街並みということです。街並みを見れば、不動産がどのように構成されて、どのように貢献しているか、土地と人間との関係を把握することができるということです。例えば、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見てみると、ね、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見てみると、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているということですね。街並みを見れば、土地と人間との関係、不動産がどう構成されて、どのように貢献しているか把握することができる。これが不動産のあり方という概念になってきます。では、基準戻っていただきまして、では2ページ、第2段落から見てください。この不動産のところですね。この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているとなっています。
不動産のあり方、街並みというのは自然社会、経済、行政的、要は多面的な要因の相互作用によって不動産のあり方、街並みというのは決まってくるんだということです。例えば自然的要因、山間部なのか平野部なのかによって街並みが変わってくるというのをイメージできると思います。あと行政的要因、もう一方の方の科目、行政法規でさまざまな法律を学びます。法律の移管によって、規制移管によって、やっぱり街並みというのも変わってきます。こういった多面的な要因が相互に作用することによって、不動産の在り方、街並みというのは決まってくるとともに、この不動産の在り方というのは、不動産の経済価値の本質を決定づける。経済価値の本質というのは言い方を変えるとね、不動産の価格ということです。つまり、不動産の在り方は、不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。同じ規模形の土地でも都心にあるのと地方にあるのでは価格が違ってくるというのは分かりますよね。同じ規模形の土地でも都心にあるのか地方にあるかによって価値が違ってくる。それは在り方、町並みが、不動産、土地の価格にですね、影響を与える、決定づけている、そういった影響を与えているんだ、そういった内容ということになっていきます。不動産の在り方、町並みが不動産の経済価値の本質、不動産の価格を決定づけるんだということになっていきます。最終2行を見てください。一方この不動産の在り方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、街並みというのは価格を主要なメインの指標、選択指標、判断基準として決定されるんだってことです。不動産の在り方、街並みは価格をメインの指標、判断基準として決定される、そういった関係にあるんだということになっていきます。どういったことかと言いますと、画面見てください、はい。多面的な要因が相互に作用することによって、街並み、不動産の在り方を決定するとともに、この不動産の在り方、街並みは不動産の経済価値、要は価格を決定しますとともに、逆に価格が選択指標、判断基準として不動産の在り方、街並みに影響を与える、これお互い影響を与える二面性の関係が在り方と価格には認められるんだということになってきます。具体的には、例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなりですね、在り方が不動産の経済価値の本質、価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するでしょうってことです。それなりの価格をね、出したので、やっぱりね、価格に見合った使い方をするでしょう。高級住宅を通常は建てるでしょう。つまり高級住宅街になるでしょう。つまり価格が在り方、街並みに選択肢を判断基準として影響を与えるってことです。お互い影響を与える関係が在り方と価格にはあるんだ。それがね、二面性の関係ということになっていきます。そのことが今読んだ最終2行で示されています。在り方が価格を決定づけるとともに、価格が在り方に対して主要なメインの判断基準として影響を与える、そういったね、お互い影響を与える二面性の関係があるんだということになってきます。まずはこのマーカーした不動産の在り方という概念ですね。これ土地と人間との関係が具体的に現れる概念がこの不動産の在り方、まあね、街並みということで、街並みを見れば不動産がどのように構成され、どのように貢献するか、土地と人間との関係を把握することができる、そういった概念ということになってきます。はい、では続いて3ページ移ってください。はい、今度は不動産の価格って何なのを学んでいきます。では3ページ基準、不動産の価格は一般に括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を価計画をもって表示したものであるとなっています。はい、まずは上から5行目ですかね、3者というところをマークをしてください。基準、上から5行目、3者というところをマークをしてください。3社、まあ、こうしてください。不動産の価格というのは一般に3社が相関結合、お互い影響を与え合って結合することによって生まれる不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額を持って表示したものが不動産の価格なんだということになってきます。では3社というのは何かと言いますと、では合わせてマークをしてください。2行目から、効用、
で、相対的希少性、有効需要ですね。三者マークをしてください。はい、上2行目からですね。効用、相対的希少性、有効需要ですね。三者マークをしてください。三者というのは、具体的には、効用、相対的希少性、有効需要を表しています。では、これら具体的にはどういった内容なのか。はい、下の説明文見てください。先ほど、鑑定理論というのは科目特性としましては学習内容一言で言うと、基準留意項について単なる丸暗記じゃなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった科目と説明しました。で、理解を伴わせるというのはこういった下の説明文ですね、こういった説明文のキーワードを押さえていくというのが理解を伴わせるということになってきます。はい、では効用のところから見てください。効用、効用というのはその不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことを意味しています。はい、最後役立つというところ、こうアンダーラインかなんかでマークをしてください。役立つマークをしてください。はい、役立つというところをマークをしてください。効用というのはもう端的に言うなら役立つ、役立たないものにお金は出さないですね。役立つからこそお金を出して購入する、価格が形成されます。効用というのはつまり役立つということです。続いて相対的希少性見てください。相対的希少性では本文、我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要となることを意味しています。はい、ではね、本文2行目、有限というところと対価が必要というところをマークをしてください。有限、対価が必要、マークをしてください。相対的希少性というのはキーワード有限で、そう対価が必要、マークをしてください。例えば、ブランドショップを出店したい、そういった希望欲求があるとして、ね、ブランドショップを出店したい、そういった、ね、希望欲求があるとします。で、日本には土地が、ね、数限りなくありますが、では、ね、ブランドショップを出店できる土地というのはやっぱり限られてますよね。有限です。で、どうしても有限である以上、手に入れるためにはお金が必要になってきます。無限にあるものにはお金必要ないですね。ただになります。欲求との関係で、ね、希望との関係で、やっぱり、ね、土地の限りがあるからこそ、対価を払って購入する人、価格が形成されるの。それは相対的希少性ということになってきます。では、続いて有効需要のところを見てください。有効需要。購入資金を持った買い主が市場に存在することを有効需要と言います。で、冒頭のところ、購入資金を持った買い主というところをマークをしてください。購入資金を持った買い主、マークをしてください。これ桜じゃダメで、ちゃんとお金を持った買い主が市場に存在することを有効ですね、有効需要と言います。まあ、お金があることを有効需要と言います。上から、役立つからこそ有限で対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいて、お金を出してくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだということです。役立つからこそ有限で対価が必要で、それに対してお金を持って、ね、出してくれる買い主がいるからこそ不動産の価格は形成される。これが三者の意味する内容ということになってきます。はい、で、上の基準戻っていただきまして、上の基準戻ってください。はい、続きの文章、下から3行、そしてから見てください。そしてから。そして、この不動産の経済価値は、基本的には、これら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値は、不動産の価格というのは、3者を動かすこの多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだ。これ、要因サイドからすると、多面的な要因が3社を通じて不動産の価格を形成するんだという内容になっています。で、この多面的な要因と価格との関係がありまして、4ページ進んでください。4ページ進んでください。はい、では基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択肢用としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、3行目、二面性というところをマークをしてください。二面性マークをしてください。
価格と要因との間にはお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになっていきます。二面性マークをしてください。はい、下の図のところと見ていただきまして、二面性の関係説明していきます。それから多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値価格を決定する。要因の影響下に価格があると同時に、逆に価格が要因に対して選択指標として影響を与える、お互い影響を与え合うですね、二面性の関係が価格と要因には認められるんだということになってきます。はい、下の説明文のところを見てください。例えば不動産取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因ですね、一般に不動産取引が増加し不動産の価格は上昇する、まあ、価格が要因の影響下にあると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産取引に関する規制を強化する政策が取られる。価格が要因、行政的要因に影響を与えるということです。要因と価格はお互い影響を与え、二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、不動産の価格概念ですね。特にこの3者ですね、3者不動産の価格というのは3者の相関結合によって生まれる経済価値を金額で表示したもので、3者というのはこの公用相対的調整有効量ですね。役立つからこそ有限で対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がお金を出してくれるからこそ不動産の価格は形成されるな、そういった概念ということになってきます。はい、では5ページ進んでください。はい、第2節、不動産とその価格の特徴を学んでいきます。不動産の特徴、もしくは不動産の価格の特徴を、ね、確認していきます。まずは不動産の特徴を見ていくんですけど、前提としまして横見出しコメントのところを見てください。横見出しコメントのところを見てください。不動産の特性特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。冒頭基準で不動産というのは通常土地とその定着物を言うって基準でしたよね。つまり土地というのは不動産を構成する基本的要素なんですね。なので不動産の特性特徴を理解するには、まずはこの基本的要素であります土地の特性というのを理解をしておく必要があります。で、土地の特性というのが具体的には、はい、すぐ横グロービータイトル、自然的特性、人文的特性ということになってきます。これ、ね、土地の特性ということになってきます。はい、で基準のところを見ていただきまして、では基準の4行目カッコ1というところから見てください。基準カッコ1というところから見てください。カッコ1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、偶像性、個別性、非同質性、非代替性等を有し、固定的であって硬直的である。カッコ2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換日、併存の可能性、併合日分割の可能性、社会的日、経済的位置の可変性等を有し、可変的だって伸縮的であるとなっています。はい、じゃあマーカーしてください。4行目括弧1のところで、まずは自然的特性というところ、自然的特性で1行開けて固定的、硬直的、合わせてマークをしてください。自然的特性で固定的、硬直的で対比的に色を書いていただきまして、括弧に人文的特性というところと1行開けて可変的、伸縮的、対比的にマークをしてください。続いて人文的特性で1行開けて可変的、伸縮的ですね、色を変えて対比的にマークをしてください。土地というのは固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性ですね、相矛盾する2つの特性を土地は有しているんだということになってきます。で、論文に向けてこう基準を暗記するときの一つ注意点があるんですけど、今読んだ基準の中でこう括弧書きで示されているところがありますよね。例えば個別性、括弧非同質性、非代替性なんていうかね、括弧書きで、鑑定理論においては括弧書きのところで重要な事柄が示されていることが多々ありますので、これ暗記をしていく際にはこの括弧書きのところも省略せずに暗記をしていくようにしてください。この括弧書きのところ重要ということです。
鑑定理論においては括弧書きのところで重要な事柄が示されていることが多いので、こう暗記をしていく際にはこの括弧書きのところも合わせて省略することなくですね、暗記をしていく必要があるんだということになってきます。ではこの土地の特性、相矛盾する固定的で硬直的な自然的特性で、可変的で伸縮的な人文的特性ですね。自然的特性としてはこれ具体的には5つで、人文的特性としては具体的には3つ具体例がね挙げられてますので、それぞれ確認していきます。はい、まず下の説明文を移ってください。はい、5ページ下説明文を移っていただきまして、そもそも自然的特性というのはどういった特性かと言いますと、タイトル脇、土地そのものが有する本来的特性のことを意味しています。人で例えるとこう生まれ持った遺伝的な性格みたいなものが自然的特性ですかね。土地そのものが有する本来的特性が自然的特性ということになってきます。ではまずは1、地理的位置の固定性、不動性、非移動性です。本文、土地の地理的位置は固定しており、そうですね。例えばこの今収録している東京23区内、中野区内のこうレック本社ビルなんですけど、例えば北緯何度、東経何度という形で位置が決まってますよね。それぞれの土地というのはですね、地理的位置がね、北緯何度、東経何度というかで固定されています。ですね、地理的位置の固定性と言います。で続き、ここの土地を他の場所へ移動することは不可能なんだということになってきます。この東京23区内のこう、ね、レッコ本社ビルが建っている下の土地ですよね。この土地をじゃ九州に持ち帰ることができるかというと、そんなことはできませんよね。だからこそ不動産と言います。それがまさにこう不動性ですね。非移動性、そういった自然的特性ということになってきます。続いて5ページ下、2です。永続性、普遍性です。本文、土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだということになってきます。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化、減耗して最終的に壊れてしまいますよね。一方土地というのは、まあ、崖崩れとかそういった例外的なことはね、崖崩れとかそういった例外的なことは考えられるんですけど、土地というのは、基本的には使用しても消耗し枯渇し朽ちることもないんだってことですね。これが永続性です。普遍性と言います。続いて6ページ進んでください。3、不造成ということになってきます。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化が考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということになってきます。こういったこうフリクションマーカーありますよね。これ人気が出てきた場合には工場で、ね、増産体制を整えて簡単に増やすことができますよね。一方土地です。例えば東京の田園調布の土地が、ね、人気が出てきました。じゃあ田園調布の土地を新たに作ることができるかというと、これできないですよね。埋め立てして田園調布の土地作れるか作れないですね。こういった特性のことをですね、不造性と言います。で続いて丸を見てください。個別性、非同質性、非代替性です。本文、ここの土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないんだということになってきます。先ほどの地理的位置の固定性言いましたね。北緯何度、東経何度、つまり土地というのは物理的な意味において全く同質な代わりになるものはないんだということです。それぞれの土地もね、地理的位置が固定されてますので、物理的な意味において土地というのは同質な代わりになるものはないんだ。そういった特性のことを個別性、非同質性、非代替性と言います。で、この括弧の中のこの非代替性というフレーズですね。これちょっとね、意識しておいてください。4章のところで、これと絡むですね、議論が出てきますので、この非代替性というフレーズですね。代わりになるものはないんだって土地の特性ですね。この非代替性というフレーズは、ちょっとね、覚えておくようにしてください。3回目ぐらいですかね、4章を学ぶときにこの非代替性に関わる議論が出てきます。はい、で下移っていただきまして、続いて人文的特性確認していきます。人文的特性、人文的特性というのはそもそもどういった特性かというと、タイトル脇、人間と土地との関係から生じる特性ということになっていきます。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性、人間と土地との関係から生じる特性が人文的特性。
人で例えるならば、親の育て方以下によって変わってくる性格みたいなものがこの人文的特性、まあ、そういった意味合いということになってきます。では1、用途の多様性、用途の競合、添加美、併存の可能性です。本文、ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から宅地と及び併存店舗付きマンションとシールとなっています。対比的にこういった一般の座ありますね。一般の材というのは基本的にはこう一物一用途ですね。これはこうマーカーするという用途しか通常考えられないものです。一方土地というのは人が働きかけをすることによって、同じ土地でも商業地として使える場合もあれば、住宅地として使える用途が競合する場合もあれば、さらにはもともと農地だったものをですね、転換して宅地にすることもできれば、さらに、コンビニ付きマンションなんか建てることによって用途を併存させることもできる。人が働きかけをすることによってさまざまな用途として使うことができるんだという特性が、この用途の多様性ということになってきます。続いて人文的特性2つ目、2、併合及び分割の可能性です。本文、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割し得るんだということになってきます。人が働きかけをすることによって隣り合っている狭い土地同士を併合して一つの土地にしたり、あとはだだっ広い1000平米の土地を使い勝手が悪いので、こう6区画とかに分割したりとかすることができるということ。人が働きかけをすることによって土地というのは分割したり併合したりすることができる、そういった特性のことを併合分割の可能性と言います。では人文的特性3つ目、3、見てください。社会的及び経済的位置の可変性です。本文、土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途が変化するなど、社会的及び経済的な位置づけは変わり得るとなっています。これ横見出しに具体例が挙げられています。こちらの具体例見た方が分かりやすいと思いますので、横見出しコメントのところを見てください。社会的及び経済的位置の可変性の例としては、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられますとなっています。人が働きかけて郊外に大型ショッピングセンターを作ることによって、もともと地域の中心で、価格水準も高かった駅前商店街が衰退してしまって、地域の中心ではなくなって価格水準も低下してしまうということですね。人が働きかけをすることによって土地の社会的経済的位置は変わり得るんだって、そういった特性ということになってきます。でこれらの特性はなんか覚えるというよりも、それぞれあこういった特性なんだなってまずはイメージできれば十分ということになってきます。でまた5ページ戻っていただきまして、はい、基準続きの文章を確認していきましょう。では基準最終4行見てください。基準最終4行見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に称する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの所得性の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。今までずっとこう自然的人文的特性というものを見てきましたね。で今読んだ文章の中でこう条件で自然的自分的条件という表現が出てきています。特性と条件どういった違いがあるかというと、横目指し言葉の意味というところを見てください。条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を指しています。特性というのが抽象論で、それが個別具体的な不動産に具体的に現れたものが条件というんだということになってきます。踏まえてもう一度最終4行、不動産は土地の持つ自然的人文的特性に対応する具体的な特定の自然的人文的条件予見、これ前提として利用されることによって、その社会的経済的な有用性、要は経済価値を発揮するんだということになってきます。不動産は土地が持つ抽象的な自然的人文的特性に対応する特定の具体的な自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性、要は経済価値を発揮する、まあ、価格が形成されるんだということになってきます。でそしてこれら諸条件の変化に伴って、前提とする諸条件が変化すれば、利用形態だったり社会的経済的な有用性、経済価値も変化するんだとの内容ということになってきます。
はい、まずは不動産の、ね、特徴のうちですね、不動産を構成する基本的な要素であります土地の特性ですね、自然的人文的特性ですね、一通り確認することができました。はい、じゃあ切り替えの一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。はい、で第3ユニット講義の進めていきましょう。テキストでは5ページ開いてください。テキスト5ページもう一度開いてください。はい、合格とテキスト5ページ開いてください。今第2節、不動産とその価格の特徴を学んでいます。まずは不動産の特徴ですね。で、不動産の特徴を理解するためには基本的な構成要素であります土地の特性を理解する必要がありますね。で、まず土地の特性としましては、固定的で硬直的な自然的特性で、一方で可変的伸縮的な人文的特性ですね。自然的特性としては5つ、人文的特性としては3つですね、具体的に確認しました。では続いてこの不動産の特徴特性としましては6ページ下移ってください。はい、6ページ下、不動産の地域性という特性ですね、確認していきます。6ページ下、不動産の地域性というところを見てください。では基準、不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子として、その地域との間に依存補完等の関係に、及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性ということになってきます。どういった特性かと言いますと、7ページ、まず横見出し上のコメントのところを見てください。7ページ横見出し上のコメント見てください。不動産は他の不動産と無関係に独立して存在するというものではないんだということになってきます。つまり不動産というのは一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、横の図のところを見てください。不動産というのは似たような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、でその地域との間に依存補完ですね、時には助けてもらって、時にはサポートして、もしくは地域内の他の不動産との間の共同代替競争等の関係ですね、他の不動産と時には協力し合い、時にはライバル関係に立ち、こういった関係を通じて不動産の価格というのは形成されるんだというのが不動産の地域性ということになってきます。不動産というのは一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、地域との関わり合いの中で価格が形成されるんだという特性ということになってきます。なのでちょっとね、簡潔に不動産の地域性ですね、ちょっとメモ書きしていきます。はい、では6ページこの黒帯タイトルすぐ下ちょっと1行ほどスペースがあると思うんですけど、こちらにね、不動産の地域性簡潔にメモ書きしていきます。はい、不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性、地域の特性の影響を受けて、影響を受けて価格が決まるという特性です。はい、不動産の地域性というのは簡潔に言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性ということになってきます。はい、メモ書きしてください。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性ということになってきます。まあ、5行ほど長々と基準が書かれてますが、要は不動産の地域性というのは、不動産というのは一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、不動産は地域との関わりの中で、要は地域の特性の影響を受けて
価格が決まってくる、そういった特性のことを、ね、不動産の地域性と言います。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性ということになってきます。で、じゃあそういった特性があるんですね。で、終わりじゃダメで、鑑定評価などあって、じゃあね、その不動産の地域性を踏まえて、鑑定士としては、どのようなことを行っていく必要があるのか、こう結論に結びつけていく必要があります。不動産の地域性を踏まえて、じゃあ鑑定士としては評価などあって、どういった点に注意して評価を行う必要があるのか、まあ、どういった作業が必要になってくるのか、そういったことを考えていく必要があります。どうでしょうかね、皆さん不動産鑑定士になったとして、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってきます。で、皆さん鑑定士で適正な価格を求めるためにはどういった作業が必要になってくると思いますかね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってきます。であるならば、皆さん鑑定士ならば、不動産の適正な価格を求めるためにはどういった作業が必要になってくると思いますかね。それは、不動産がまずどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性は不動産にどういった影響を与えるのか分析する必要があるということになってきます。不動産の地域性、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まります。であるならば、鑑定士としては適正な価格を求めるためには、まずそもそも対象となる不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性が不動産にどういった影響を与えるのか分析する必要があります。これ、地域分析と言います。6章で学びます。今ね、具体的なこといいので、6章でこの地域分析というのを学びます。この理論的根拠がこの6ページだ。不動産の地域性、必ず戻ってきます。6章地域分析という概念を学んだ時に、必ずね、この6ページ不動産の地域性戻ってきますので、戻ってきた時に、じゃ不動産の地域性ってどんな特性だったのかなって思い出せる程度、ああ確かに不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだな、そういった特性だったなと思い出せる程度にしておくのが一章の復習の仕方ということになってきます。必ずここに戻ってきます。6章地域分析を学んだときに、必ずこの不動産の地域性戻ってきます。しっかりと不動産の地域性ですね、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということですね、理解をしておいてください。では不動産の価格に影響を与える地域の特性としては、どのようなものが考えられるのかってことです。7ページ移ってください。はい、不動産の、ね、地域の特性ですね。地域の特性というところを見てください。基準。このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用の在り方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的及び経済的位置を占めるものである地域の特性となっています。不動産が他の不動産ともに構成する地域には、まず規模、規模の大小、あと構成の内容、例えば店舗事務所メインなのか、いやいや戸建て住宅とかマンションメインなのか、構成の内容ですね、あと機能、例えば首都機能とかベッドタウンとしての機能とか等々に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合体という形で捉えるならば、個別の不動産に個性が認められるように、不動産の集合体という形で地域を捉えると、利用の在り方の同一性、要は同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれの地域有していて、でその相互関係を通じて、要は地域の特性の違いを通じて、それぞれの地域、社会的経済的位置を占める、要はそれぞれの地域ごとの価格水準が決まってくるんだ、そういった特性がね、地域の特性ということになってきます。8ページ移っていただきまして、真ん中ちょっとこう図のところを見てください。8ページこう図のところを見てください。ABC3 つの地域があります。で、利用のあり方の同一性という形で捉えていくと、 A 地域は駅前の、ね、店舗が立ち並ぶ地域 で B 地域はちょっと郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ地域で、 C 地域は駅前の事務所ビルが立ち並ぶ、ね、地域です。
でそれでこう地域の特性を、ね、比較すれば、ね、相互環境を通じて一般的には駅前の店舗メインの A 地域、事務所ビルメインの C 地域よりもちょっと郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ B 地域の方が価格水準はこう低くなるですね。そういった傾向が認められます。地域の特性を比較すればそれぞれの地域ごとの価格水準は優劣ですね、把握することができる、まあ、そういったことが述べられていたのがこの7ページ、地域の特性の基準の意味する内容ということになってきます。で、地域というのは捉え方以下によってさまざま地域というのは考えられまして、では7ページした地域の特性と書かれている説明文のところを見てください、本文、地域は特定の自然的条件、人文的条件の全部または一部を共通することによって成り立っており、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都、8ページ、大阪府等の地域が考えられる。また日常生活品の小売店舗を中心として構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々さまざまなものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているのであるとなっています。はい、最終2行をマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属している、マークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属している、マークをしてください。不動産というのは要はただ一つの地域に属しているというのではなくて、通常は異なる観点からの地域に重なって属しているですね、いろんな地域に属している、そういったものなんだということになってきます。例えば私が今これ収録している、このレッコ本社ビルですね。じゃあこの土地を考えていきますと、レッコ本社ビルの土地というのは、まずは自然的条件という観点からすると、これ、ね、東京ですので、こう関東平野に属しています。行政的観点からするとこうレッコ本社ビルは東京23区中野区内に存しています。あとは例えば交通体系という観点からすると中野というのはね、東京というのはこう東西に中央線というのが走ってるんですけど、こう中央線沿線沿いの、ね、エリアなんですね。まあ、このようにさまざまな観点から地域に重なって属しているのが、ね、通常不動産土地なんだというふうに、そういったことが、ね、アンダーラインの方で示されています。はい、まずね、不動産の特徴ですね、一通り確認することができました。では今度は不動産の価格の特徴ですね、確認していきます。これ、ね、価格の特徴です。全部で4つ出てきます。これいずれも重要になってきます。不動産の価格の特徴はいずれも重要になってきます。はい、8ページ下、まずカッコ1ですね、1番目の価格の特徴を確認していきます。8ページ一番下カッコ1というところを見てください。不動産の今度、ね、価格の特徴、ね、価格の特徴を見ていきます。で1番目です、カッコ1、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その用益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は交換、要は売買、要は手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、用益、これ使用収益の略です。用益、使用収益、要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになっていきます。不動産の経済価値というのは交換売買、要は手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、使用収益、用益、要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになってきます。でこの価格と賃料、根本的な違いがありまして、9ページ上説明文のところを見てください。9ページ上の説明文のところを見てください。はい、まずは価格から。本文、不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用し収益することができることを基礎と称ずる経済価値を貨幣額で表示したものであるとなっています。1行目全期間マークをしてください。1行目全期間というところをマークをしてください。不動産の価格というのは売買、手に入れて一生もん自分のものとして使えるということで、ね、価格というのは売買の対価、要は手に入れて一生もん自分のものとして使います。要は不動産が存続する全期間にわたって使用収益できることの対価、価値概念が価格なんだということになってきます。一方でした賃料を見てください。
不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸者契約等に基づき不動産を使用し収益することができることを基礎と称ずる経済価値を貨幣額で表示したものを中心主体とするものであるとなっています。1行目、一部の期間というところをマークしてください。一部の期間マークしてください。価格が全期間で賃料一部の期間ね、そのうち一部の期間。皆さんアパートとかマンション借りてこう月額の賃料とか払ってますね。それは1ヶ月間ですね、借りることの対価ですね。つまりね、一部の期間ですね、全期間のうち例えば1ヶ月みたいに一部の期間使用収益借りることの対価として払うものが、そういった価値概念が賃料なんだということになってきます。この価格と賃料の根本的な違いですね。前提とする期間が全期間なのか一部の期間なのか、これ様々なところで理論的根拠になってくる重要な違いです。なのでちょっと横見出しのところにメモ書きしておきましょう。これ非常に重要になってきますので、ね、後々いろんなところで理論的根拠になってきますので、では横見出しのところ、期間概念が異なるとメモ書きしといてください。期間概念が異なるというのが両者の根本的な違いです。価格と賃料の根本的な違いというのは、価格が全期間に対応した価値概念で、賃料はそのうち一部の期間に対応した価値概念です。この期間概念の違いが異なる点が様々なところで理論的根拠になってきますので、これは重要です。ぜひ、私が価格と賃料の根本的な違いは何ですかって問いかけたときに、すぐに、期間概念が全期間と一部の期間概念が違うんだって形ですぐに言えるように、これは非常に重要です。価格と賃料の根本的な違いは全期間と一部の期間、期間概念が異なるんだということで、これしっかりと押さえておいてください。で、価格と賃料にはこう一定の関係がありまして、もう一度8ページ下の基準戻ってください。はい、8ページ下基準の続き確認していきます。2行目、そしてから見てください。そしてこの価格と賃料との間には、いわゆる元本と過実との間に認められる相関関係、認めることができるとなっています。はい、マーカーしてください。下から2行目、元本と過実との最終行、相関関係、マークをしてください。元本と過実との相関関係というところをマークをしてください。価格と賃料との間には元本と、利子みたいなもね、元本と利子、過実との相関関係というものが認められます。元本過実の相関関係ですね、価格と賃料との間には認められます。どういったことかと言いますと、9ページ真ん中上のところの図ですね、見てください。時系列が図のところを見てください。要は全期間に対応した元本である価格が上昇すれば、一部の期間に対応した過実であります賃料も上昇するでしょうということです。逆に一部の期間に対応した過実であります賃料が下落した場合には、その大元であります全期間に対応した元本である価格も下落するでしょうということです。一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係のことを元本過実との相関関係ということになってきます。なので分かりやすく8ページ下、相関関係の前に挿入で、正の文言を、メモ書きで入れといてください。正の相関関係です。一方が増えれば他方も増える、逆に一方が減れば他方も減る、そういった関係ですね。正の相関関係が価格と賃料との間にはね、元本過実の正の相関関係が認められます。正のってね、文言を、メモ書きで入れといてください。じゃあそういう特徴があるんで終わりじゃなくて、じゃあこの特徴を踏まえて、じゃあ鑑定士としてはね、どういった点に注意して評価を行っていく必要があるのかってことね。価格と賃料との間には元本と過実との正の相関関係があります。なので価格だったり賃料を求めるときに、この相関関係を使うことができないかってことです。価格と賃料との間には元本過実との正の相関関係、一定の関係があるので、つまり価格をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って賃料を求めることができるんじゃないか、逆に賃料をしっかりと把握すればこの相関関係を使って大元の価格を求めることができるんじゃないかって結論につながっていきます。これ価格賃料を求める手法というものがあります。
7章で価格賃料を求める手法というものを学ぶんですけど、その中でこの元本価実の相関関係に着目して価格だったり賃料を求める手法が出てきます。9ページ。はい、真ん中ちょっとした図のところを見ていただきまして、価格と賃料との間には元本と価実の相関関係、性の相関関係が認められるので、なのでしっかりと果実であります賃料を把握すれば、この相関関係を使って元本である価格を求めることができる場合がある。一方で元本である価格をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って果実であります賃料を求めることができる。この元本価実の相関関係に着目して価格だったり賃料を求める手法というものを、ね、7章で学びます。具体的な収益還元法、積算法、利回り法というんですが、今は、ね、全然名称なんか覚える必要ありませんので、必ず7章でこれら手法を学んだときに、この9ページのこの価格の特徴の1番、元本と価実の相関関係戻ってきますので、戻ってきた時に、あ、確か1回目の講義でなんか元本価実の相関関係に着目して、元本から価格だったり、価格から賃料だったり、もしくは賃料から価格を求める、そういった手法があるんだなって、なんか言ってたなってことを思い出せるようにしておくのが、1章の復習の到達点ということになってきます。必ず戻ってきますので、戻ってきた時に、ね、迷子にならないようにですね、思い出せるようにしておくのが一生の復習の到達点ということになってきます。元本果実との性の相関関係に着目して、価格だったり賃料を求める手法があるんだってことですね。これちょっと押さえておいてください。まずこれ価格の特徴の1番ということになってきます。では続いて2番目ですね。10ページ進んでください。はい、10ページ進んでください。カッコ2というところを見てください。価格の特徴の2番です。カッコ2、不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価、または経済的利益の対価でありとなっています。権利というのは法的な裏付けがあるもので、経済的利益というのは権利までは高められていないが取引価値のあるものを意味しているんですけど、まあ、何が権利で何が経済的利益というのは聞かれませんので、要は価格賃料というのは端的に言うと権利利益の対価なんだということです。価格賃料というのは権利利益の対価です。価格賃料というのは権利利益の対価です。で、重要なのは後半です。はい、2行目、また書きから見てください。また、2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に損する場合には、それぞれの権利利益について、その価格または賃料が形成されうるとなっています。最後、うるというところをマークをしてください。最後、形成されうるのうるですね。うるというところをマークをしてください。はい、最後、うるというところですね。マークをしてください。同一不動産上に2つ以上の権利利益が損する場合があって、でそれぞれについて価格が形成されることがありますよってことです。これ逆に言うと、必ず形成されるわけではないんだということを意味しているのが、この形成されうるですね。うるという表現になっています。例えば私が土地を持っていて、この土地を第三者に貸した場合には、同一土地上に私の所有権と第三者の借りてる権、2つの権利が損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよ、ね、形成されうる、そういった特徴が価格の特徴の2番ということになってきます、ね、必ず形成されるわけじゃないんだという、ね、ニュアンスを示しているのが、この形成されうるということになってきます。同一不動産上に、私の土地の所有権と第三者が借りている権利みたいに、2つの権利で既存する場合があって、それらについて価格が形成されることがありますよ。形成される価格の特徴の2番ということになってきます。では、そういった点を踏まえて、じゃあ鑑定士としては、どのような作業が必要になってくると思いますかね。価格というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよって特徴ですね。では鑑定士としてですね、適正な価格を求めるためには、評価からたってはどんな作業が必要になってくると思いますかね。それはそもそも評価対象となる不動産にはどんな権利利益が損していて、対象となる不動産にはどんな権利利益が損していて、で
その対象なる不動産に2つ以上の権利利益が損する場合には評価対象になるのはどちらの権利利益なのかしっかりと確認する必要があります。価格というのは権利利益の対価で、同一不動産上で2つ以上の権利利益損する場合にはそれらについて価格が形成されることがあるんだから、だから評価にあたっては対象不動産にどんな権利利益がついていて、でその対象不動産に2つ以上の権利利益ついている場合にはどちらにも価格が、ね、価格が形成される可能性があるので、評価対象になるのはどちらの権利利益なのかまでこうしっかりと確認する必要があります。これ8章鑑定評価の手順というのがあるんですけど、その中で対象不動産の確認というのがある、この作業です。対象不動産にどんな権利利益がついていて、で評価対象になる権利利益は、ね、2つ以上損する場合にはどちらの権利利益なのか確認する、これ対象不動産の確認という作業につながっていきます。でやっぱりこの8章対象不動産の確認学んだときに必ずこの価格の特徴2番に戻ってきますので、戻ってきた時に思い出せるようにするね、そういったところまで復習をしておくのが1章の、ね、復習のポイントということになってきます。必ずこれ戻ってきます。これ価格の特徴の2番ということになってきます。では3番ですね、下を映ってください。価格の特徴の3番確認していきます。はい、10ページ下カッコ3というところを見てください。カッコ3、不動産の属する地域は固定的なものでなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の格また賃料は通常過去と将来とにわたる長期的な航路のもとに形成される。今日の格また賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって、常に変化の過程にあるものであるとなっています。まあ、長々と書かれてますが、もう一度先ほど不動産の特徴として6ページ不動産の地域性ですね、つまり不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということです。じゃあ影響を与える地域というのは固定的なものかというと、10ページ戻っていってみますね。影響を与える地域というのは固定的なものではなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退との変化の過程にあるんだということです。つまり地域は常に変化の過程にあります。地域の特性も常に変化の過程にあります。ってことはその特性の影響を受ける価格も常に変化の過程にあるんだというのが価格の特徴の3番です。なので最終行マークをしてください。常に変化の過程にあるというところをマークをしてください。これが価格の特徴の3番ということになってきます。はい、10ページ最終行マークをしてください。常に変化の過程にある、マークをしてください。これが価格の特徴の3番ということになってきます。不動産は地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まります。では地域固定的なものかというと、そうじゃなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退と変化の過程、常に変化の過程になる。なので常に変化する地域の特性の影響を受けて価格も常に変化の過程にあるんだというのが価格の特徴の3番ということになっていきます。ではこの価格の特徴の3番を踏まえて鑑定士としては評価にあたってどういった点に注意しなければならないのかってことです。要は価格が常に変化しているので、こうね、影響を受けて、ね、地域が変化する影響を受けて価格も常に変化するので、評価にあたってはさまざまな事柄についてこう動態的に把握する必要があるって結論につながっていきます。価格は常に変化しているの です、ね、地域の変化に伴って価格が常に変化するので、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握する必要がある、こういった結論につながっていきます。なので担当の問題でなんか現状のみで良いとか将来を考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの可能性が高いです。鑑定士はこの価格の特徴の3番を踏まえてさまざまな事柄についてこう動態的に把握していく必要がありますので、担当の問題でなんか現状のみで良いとか将来考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの可能性が高いということになってきます。価格の特徴の3番ですね。価格は常に変化の過程になる。踏まえて鑑定士はさまざまな事柄について動態的に把握をしていく必要がね、そういった結論につながっていきます。
で、今まで見てきた価格の特徴1から3は、どちらかというとこう抽象的な価格についての特徴ですね、示していたんですけど、確認していたんですけど、最後4つ目ですね、11ページ、4つ目の価格の特徴はこれ現実の価格の特徴が示されています。4番目は現実の価格の特徴が示されています。では11ページカッコ4というところを見てください。カッコ4、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価等が必要となるものであるとなっています。これ現実の価格の特徴ですね。この価格の特徴4番だけは最終的なこう結論まで示されています。市場で現実に成立した取引価格等々というのは2行目、個別的な事情によって個別的に形成されています。例えば相続税払わなきゃならないので割安でも構わないのでって形で売り急いで価格が形成されたり、もしくはどうしてもその駅前の土地欲しいので割高でも構わない形で買い済んで購入してしまったりとか、さまざまな事情のもと割高割安個別的に現実の価格というのは形成されています。つまり価格の特徴の4番一言で言うならば、下の説明文4行目マークしてください。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない、ここマークしてください。これがズバリ価格の特徴の4番です。価格の特徴の4番というのは説明文4行目、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない、そういった特徴ということになってきます。市場で現実にね成立した取引価格等々というのは個別的な事情のもと個別的に形成する、さまざまな事情のもと割高割安で形成されていることも多々あるんだってこと。つまり一言で言うならば価格の特徴4番というのは現実の価格というのは必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない、そういった価格なんだということになってきます。で踏まえて結論ですよね、置いとき基準では、そのような必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取引価格等々から誰しもが納得する適正な価格を素人で一般の人が求めることができるかというと、それは非常に困難なんだ。つまり誰しもが納得する適正な価格については我々プロ専門家であります鑑定士の鑑定評価活動というのが必要になってくるんだということです。価格の特徴の4番だけも結論まで示してくれています。鑑定評価の必要性が示されているのが価格の特徴の4番ということになってきます。なので例えば論文本試験で、鑑定評価の必要性について述べなさい、そんなね問題が出されたとしましょう。論文本試験で鑑定評価の必要性について述べなさい、そういった問題が出された場合にはズバリこの価格の特徴の4番をねこれしっかりと回答用紙に記述すればこれ答えになるということになってきます。これ鑑定評価の必要性が示されている価格の特徴の4番ということになってきます。はい、以上4つですね。価格の特徴はいずれも重要です。1番から4番までいずれも重要ですので、戻ってきた時にはこんな特徴だったなって思い出せる程度ね、しっかりね復習をしておいてください。はい、では切り替えので以上をもちまして第3ユニット講義の方終了いたします。はい、では最後第4ユニットを講義の進めていきましょう。では第3節ですね、テキスト12ページ開いてください。はい、テキスト12ページ開いてください。はい、12ページ第3節不動産の鑑定評価ですね、行為そのもの鑑定評価、さまざまな意義を確認していきます。で12ページ基準の中でさまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されているんですけど、でそれを取り出したものが13ページ、はい、説明文5つですね、5つの観点からの鑑定評価の意義がでこう示されています。5番目はね4章で学ぶ意義なんですけど、これまとめてここで確認していきます。さまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されています。ではまずね1、1つ目の鑑定評価の意義はどういった観点からの意義かというと、はい、横目指しメモ書きしてください。これ形式論ですね、形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています。横目指し形式という形でメモ書きしてください。
丸1、1番目の鑑定評価の意義は形式論です。形式という観点から鑑定評価の意義が示されています。形式メモ書きしてください。はい、1番目の鑑定評価の意義は形式論です。形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています。では形式論としての鑑定評価の意義ですね、丸1確認していきます。はい、丸1見てください。不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。これ形式論としての鑑定評価の意義です。対象である不動産、まとめて対象不動産と言います。鑑定評価というのは対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、貨幣額をもって表示することが鑑定評価なんだということになってきます。なので、不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務というものを、ね、鑑定士の業務としてあります。不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務、このコンサルティング業務は有効活用をアドバイスしているだけであって、対象不動産の経済価値を貨幣額で表示している行為ではないですよね。なのでコンサルティング業務は鑑定評価に含まれないことになってきます。では2番目ですね、丸2。丸にはこれ役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。はい、役割メモ書きしてください。2番目の鑑定評価の意義は役割です。役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。役割メモ書きしてください。丸2、 2番目の鑑定評価の意義は役割ですね。役割、どんな役割があるのか、そういった観点からの意義が丸2で示されています。はい、では丸に見てください。役割という観点からの鑑定評価で、ね、確認していきます。丸に、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。これ役割という観点からの鑑定評価の意義です。世の中にはお米1票いくら、車1台いくらみたいに一連の価格秩序があります。その中で不動産の価格賃料がどこに位置づけるのか、位置するのか、そういった、ね、位置づけを指摘することが鑑定評価の役割なんだ。そういった意義です。世の中には、社会にはお米1票いくら、車1台いくらみたいに一連の価格秩序があります。その中で価格賃料が、ね、どのようなところに位置づくね、位置しているのか、そういったことを指摘する役割が鑑定評価なんだね。そういった役割という観点からの意義が丸2の意義ということになってきます。でこの丸2、役割という観点からの意義と、ね、関連して、はい、下鑑定評価の社会的公共的意義というところを見てください。これ丸2の言い換えが示されています。基準、それはまた、要は鑑定評価はまたこの社会における一連の価格秩序の中で対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、このその社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。価格秩序の中で不動産の価格の占める、ね、適正な位置づけを指摘するってこと、そういった役割を持ってましたよね。例えばサラリーマンの年収の何倍みたいな形、位置づけを示す。この位置づけを示すことによってサラリーマンの幸福だったり、あと社会の成長発展とかにもやっぱり影響を与えるわけですね。そういった影響を与える鑑定評価、そういった役割を有する鑑定評価の社会的公共的意義は、ね、大きいんだってことですね。そういったことが示されています。価格秩序の中で不動産の適正な位置づけを指摘する、そういった役割を持つ鑑定評価というのは社会的公共的が大きいんだって、そういった内容が示されています。はい、また上戻っていただきまして、じゃあ3番目見ていきます。3番目、丸さんはこれ市場代行機能ですね。丸さんは市場代行機能という観点からの意義が丸さん示されています。丸さんは市場代行機能ですねという観点からの鑑定の意義が示されています。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価なんだということです。鑑定評価というのはなんか理想的な価格を求める、そういったものではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていく、市場代行機能をするのが鑑定評価なんだということになっていきます。そういった市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義がこの丸3、鑑定評価の意義ですね。でこれピンクでマーカーしてあります。これは
担当対策としてもまずは頑張って暗記をしてもらいたいですね。重要なフレーズについては今後ピンクでマーカーしていきます。一章ここだけです。頑張ってこれ論文も見せて、まず一章はここから暗記していってください。最低でもねこう頑張って、担当対策としても頑張って、この市場代行機能という観点からの鑑定評価にいいですね。一章ここだけですので、それこそ50回口に出して言っていただければなんとか覚えられると思いますので、頑張って一箇所だけはまだね優先的に暗記をしていくようにしてください。担当対策としても重要ですし、論文を見据えてもまずはねここから頑張って暗記進めてください。そういったね重要なフレーズを今後ピンクでマーカーしていきます。一章はここだけですので3行ほどピンクでマーカーしてください。暗記重要です。担当段階から少しずつ暗記進めていただきたいので、これ担当対策としても重要なフレーズですので、ぜひこのね一章はこの市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ですね、この丸三の意義ですね、ピンクでマーカーしてしっかり押さえていくようにしてください。これ重要な定義ということになってきます。では丸三見ていきます。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義見ていきます。丸三、不動産の鑑定評価は現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。鑑定評価というのは理想ではなく現実の社会経済情勢の下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を不動産鑑定士が把握する作業なんだという定義になっています。これ市場代行機能という観点からの重要な意義ですね。頑張って一章ここだけですので暗記ねしていくようにしてください。では続いて4番目ですね。マリオン4番目はこれ主体という観点からの鑑定評価の意義が示され、行為主体ですね。主体という観点からの意義が示されています。4番目鑑定評価の意義としてはこれ主体という観点からの鑑定評価の意義が示されています。行為主体ですね。主体という観点から意義が示されています。はい、で、マリオン見てください。主体という観点からの鑑定評価について見ていきます。不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見であるとなっています。鑑定評価というのは、我々鑑定士専門家の判断意見を表明するものなんだということになってきます。判断意見ね、全然評価に介在させて構わないということです。なので、同一の依頼目的条件でね、全く同じ不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼して、で出てきた鑑定評価が異なってもそのこと自体は全く問題ないんだということです。全く同じ不動産について全く同じ依頼目的条件で例えば2人の鑑定士に評価を依頼して、で出てきた鑑定評価が異なっていたとしてもそのこと自体は問題ない。なぜかというと鑑定評価というのはそれぞれの鑑定士の判断意見が介在するものだからということになってきます。鑑定士の判断意見入れちゃならないと、もうコンピューターに数字を入れれば鑑定評価なんかできるわけですね。ある意味こう鑑定士の存在意義を表している、そういった意義がこれね、4番目の意義ですね、不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断なり意見なんだということになってきます。間違いなし簡単で、鑑定評価は客観的なものでなければならないから、不動産鑑定士は判断意見を介在させてはならないとかそんなことないです。この判断意見を入れることができるのか、ある意味それぞれの鑑定士の腕の見せ所で鑑定士の存在意義を表しているのがこのマリオンの鑑定評価の意義ということになってきます。で最後5番目ですね。これ4章で学ぶべき意義なんですけど、まとめて確認していきます。5番目はこれ過程という観点からの意義が示されています。価格形成過程というね、価格形成過程、過程という観点からの鑑定評価の意義が5番目に示されています。丸子5番目はこれ過程ですね。過程という観点からの鑑定評価の意義が示されています。では丸子見ていきますと、丸子、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。先ほど鑑定評価というのは市場になり変わって市場での価格形成過程になり変わって市場である価格を求めていくのが鑑定評価なんだって丸3でやりましたね。
市場での価格形成過程に成り代わって求めていくのが鑑定評価なので、なので鑑定評価というのはその市場での価格形成過程を追求分析することを本質とするんだ、そういった意義がこれ過程という観点からの意義ですね、5番目の意義ということになってきます。まあ、いずれも重要なんですけど、やっぱりピンクでマーカーしたこの3番目ですね、市場代行機能という鑑定評価の意義ですね、頑張って暗記進めていくようにしてください。はい、では最後の説確認していきましょう。14ページ進んでください。はい、第4節、不動産鑑定士の責務ですね。行為主体であります鑑定士に課せられている責任義務、責務について学んでいきます。第4節、不動産鑑定士の責務は3つのブロックから成り立っています。第3節は3つのブロックから成り立っています。まずはね、事前にブロック分けしていきましょう。まず第1ブロックは初めの4行ですね、ここまでですね。第1ブロックは初めの4行ですね、第1段落、ここまでが第1ブロックということになってきます。これ斜線かなんかで、ね、4行目の後で引いといてください。4行目までが第1ブロックです。第2ブロックが5行目からこう下移っていただきまして、こうカッコ1ってありますね、その2行ほど上、さらにって表現があると思うんですけど、このさらにの前まで、さらにの前まで、さらにの前に斜線引いていただきまして、5行目からこのさらにの前までが第2ブロックということになっていきます。さらにの前にこう斜線切っておいてください。で、残りさらに以降が第3ブロックということになってきます。さらに以降が第3ブロックですね。3つのブロックに責務分かれてきます。では、それぞれ確認していきましょう。まずは第1ブロックから確認していきます。はい、14ページ基準1行目から見てください。土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用日取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。はい、第1ブロックはどういった観点からの要請かというと、はい、法律名マークしていきましょう。1行目、土地基本法というところをマークしてください。土地基本法をマークしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請責務が示されています。法律名ですね、土地基本法をマークしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請責務が示されています。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律です。中身はね、そちらで詳しく確認していただきたいんですけど、これバブルの頃にできた法律でして、例えばこう2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった土地についての基本理念が示されている法律です。故に鑑定士もそういった基本理念を踏まえて評価を行わなければならないとの責務が第1ブロックですね、こう土地基本法からの要請ということになってきます。まずはしっかり法律名を押さえるということです。では続いて第2ブロック、ちょっと長いんですけど、一気に5行目以降ですね、5行目から読んでいきます。不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当するものとして、十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、適切かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックということになってきます。では第2ブロック、どのような観点からの要請責務かというと、はい、やっぱ法律名ですね。では、6行目ですかね、不動産の鑑定評価に関する法律の名称をマークをしてください。6行目、不動産の鑑定評価に関する法律名ですね、マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。不動産の鑑定評価に関する法律、マークをしてください。やはりこちらの法律も行政法規で学ぶ法律です。この不動産の鑑定評価に関する法律で鑑定士は専門家としての地位が認められているんですね。なのでやっぱり地位に見合った責務を負うでしょってことです。誠実な評価を持って社会一般の信頼と期待に報いなければならない、そういった責務を負ってるんだということになってきます。
で、第2ブロックで試験対策上重要なのは守秘義務です。鑑定士も守秘義務が課せられています。で、守秘義務が示されているところはさらにの上2行ですね。正当な理由がなくてってところからもう一度見てください。さらにの上2行、正当な理由がなくて、ここから守秘義務が示されています。で、正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これ鑑定士に課せられている守秘義務ということになってきます。はい、正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくてというところをマークをしてください。鑑定士に課せられている守秘義務ですね。正当な理由がなくてというところをマークをしてください。正当が理由がなくて知り得たことをね、公表してはならないんだって守秘義務です。なので例えば依頼者からの要請であったとしても、やはり正当な理由がなければ知り得たことを示してはならないということです。依頼者から要請された場合にはいかなる事柄も、伝えなければならない。それは誤りです。依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ、知り得たことを、ね、伝えてはならないということです。ただ逆に正当な理由があればいいので、いかなる場合も知り得たことを示してはならないというのも、それは誤りということになってきます。正当な理由があれば OK ということになってきます。で、この鑑定士の守秘義務は行政法規でもね、これ学びます。この不動産の鑑定評価に関する法律を学ぶときに鑑定士の守秘義務、同じように行政法規でも学びますので、合わせて関連させて、あ、これ鑑定理論でもやった守秘義務だなって形でこう関連させて理解していくようにしてください。で、第3ブロック、さらに以降ですね。さらに以降はこれどのような観点からの要請責務かというと、今学んでいるこう不動産鑑定評価基準からの要請がさらに以降の責務ということになってきます。守るべき5つの事項ですね、遵守事項が示されています。では、さらに以降から読んでいきます。さらに、次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。括弧1、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価可能となるのだから、普段の勉強と研鑽等によってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力することとなっています。まさに私に言われていることですかね。鑑定士になってからも、まあ、勉強研鑽なんだってことですね。まあ、道徳的なことが、ね、示されています。で、括弧に見てください。括弧に、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにするとともに、社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっています。まあ、やっぱり後半は道徳的なものですよね。鑑定評価制度の信頼性を高めるように努めなさいってことです。で、前半は依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく説明しなさい、こう説明責任が示されています。例えば難しい言葉とか使わずに、こう分かりやすくですね、評価内容について依頼者に説明する、ね、責任を負ってるんだということになっていきます。これ重要ですね、説明責任。一昔前ですと、評価を行って最終的な成果物を鑑定評価書というんですけど、一昔前は鑑定評価書で相手先にも送って、まあ、それで終わりみたいな時代もあったんですけど、今は本当に鑑定評価書をですね、相手先にね、行って、で、面前でこうね、しっかり時間をとって、この数値はこうこうこういった理由で決めましたとか、この数値はこうこうこうですみたいな、本当に面前でしっかりと成果物の鑑定評価についても一時説明する。これ非常に重要になっています。鑑定士も説明責任非常に重要になっています。はい、続いて、じゃあ、カッコさん見てください。カッコさん見てください。遵守事項3番目。不動産の鑑定評価にあたっては、事故または関係人の利害の有無、その他いかなる理由にかかわらず、公平妥当な態度を保持することとなっています。どんな理由にかかわらず、常に鑑定士は公平妥当な態度を、ね、維持しなければならないんだ、との遵守事項です。今、鑑定業界で、問題されているのは、依頼者プレッシャーというのが、ね、問題されています。依頼者からプレッシャーを受けて、今回鑑定評価額安くしてくれませんかって形でこうプレッシャーを受けて、それに迎合して安く評価を出してしまうということですね。これ不当鑑定です。業界的に問題になって依頼者プレッシャーですね。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。じゃあ依頼者の利益になるような鑑定評価額を出すことが鑑定士の責任責務かって、そうじゃないんだってことです。事故または依頼者等との利害に関わらず、いかなる理由に関わらず、
常に公平妥当な態度を保持して公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。依頼者のための金額を出すのが鑑定評価ではないということです。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。じゃあ依頼者のためになるような金額を出すことが本来的な評価かというとそうじゃないんだってことです。いかなる理由ね、依頼者等との利害、いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を持ち、公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価なんだね。そういった責務が示されています。はい、じゃあカッコ4見てください。4番目遵守事項です。カッコ4、不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこととなっています。プロである以上プロとしての注意を払いなさいってことです。例えば依頼者から提供を受けた資料について安易に鵜呑みにして、でその資料を間違っていて間違った鑑定評価を出してしまうなんてことはダメなんだってことです。依頼者から提供を受けた資料であったとしても鵜呑みにすることなく、プロである以上しっかりと専門家としてチェックをした上で活用していかなければならないんだということになっています。そういった責務が4番目の責務ということになってきます。で、試験対策上重要なのが事故ページ、この5番目の遵守事項です。試験でよく聞かれるのがこの5番目の遵守事項ということになってきます。では過去を見てください。事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係する場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。これ、受託責任について示されています。で、3行目マークをしてください。原則としてマークをしてください。原則としてマークをしてください。3行目原則としてというところをマークをしてください。利害関係有する場合原則として評価引き受けてはならないということ、これ逆に言うと利害関係がある場合でも一定の場合には鑑定評価引き受けることができることを示するのがこの原則としてという文言になってきます。で、この原則としてマーカーしてもらった文言ですね、これ今後もいっぱい原則として出てくるんですけど、これ試験でよく狙われやすいですね。そういった文言になってきます。これ間違いなしを簡単に作りやすい、そういった文言になってきます。はい、ちょっと画面見てください。この原則としてって文言ですね。こう間違いを作るパターンとしましては、まず一つ目はですね、間違いなしのパターンとしましては、原則例外を逆にするパターンの間違いなしです。こんな場合ですよね。特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのあるときにおいても公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わないとなっています。原則引き受けてはならないでしたね。これ原則例外を逆にした誤りなしということになってきます。でもう一つ間違いのパターンとしましては例外なしのパターンですね。こんなことです。不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係する場合はいかなる場合であっても不動産の鑑定評価を引き受けてはならないじゃないですね。あくまで原則としてです。利害関係ある場合でも一定の場合鑑定評価を引き受けることができます。これ例外なしの誤りのパターンで、このように簡単に間違いなし作ることができますので、この原則をしてってフレーズですね、今後もねいっぱい出てきますので、こうね担当で狙われやすいですね文書のところですので、しっかりとマーカーしてですね押さえていくようにしてください。はい、以上第4節不動産鑑定士の責務ということになってきます。で、責務の問題はその他、こういった行為は責務に反しますかみたいな、まあ、そういった問題が出ます。こういったことは責務に反しますか。で、責務は一般的に常識論、道徳論で判断することができます。責務の問題は基本的には、ね、常識論、道徳論で判断する。例えばこんな問題、鑑定士の責務の大きさは所属する事務所の大きさと比例する、どうでしょうか。鑑定士の責務の大きさは所属する事務所の大きさと比例する、どうでしょうか。正しい誤り、これ誤りだってことはなんとなく道徳論で分かりますね。事務所が大きかろうが小さかろうが鑑定士の責務というのは同じです。別に事務所の大きさには関係ありません。これ分かりますよね。まあ、こういった問題が出ますので、まあ、そういった問題は責務の問題はある意味常識論で判断すれば正解ですね、導き出すことができるということになってきます。はい、では今回は総論第1章で、ね、終わらせておきます。
とにかく一章は抽象論なんですね。ちょっとこう講義を聞いてきてなんとなくお分かりいただけると思うんですけど、一章でいきなりちょっと内容が難しくて抽象論になって、これ必ず二章以降の具体的な概念を学んだ時、必ず一章に戻ってきますね。戻ってきた時に迷子にならない程度に思い出せるように、あ、確かにこういうことやったなってことはね、思い出せる程度にしておくのが一章の復習のね、まあ、到達点ということになっていきます。で、復習はもうズバリ足別鑑定理論を解いていくということになっていきます。で、解いていただきたい足別なんですけど、ちょっとお手元パワーポイント画面集ちょっと準備をしていただきまして、パワーポイント画面集ない方は画面見ていただければ大丈夫なんですけど、パワーポイント画面集で、パワーポイント画面集を表紙をめくっていただきますと、表紙の裏に講義進度表が表の形で示されています。で、今回第1回は扱った章は総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的コースを学びました。で、合格基礎テキストとしましては、まあ、目次から16ページまで、ね、扱ったということです。で、一番右端に対応するそれぞれの回に対応する足別鑑定理論の範囲が示されています。今回1回目の解いていただきた足別は、上巻の4ページ足の1から36ページの足の115までが1回目のね、内容に対応する足別です。で、この範囲の中で星2つと3つ、しかも1回目の復習は星3つだけで大丈夫です。はい、下のゴシック体のところを見てください。最中2行、なお復習にあたっては足別鑑定理論の該当箇所の星3つの足をまずは解けですね。1回目の復習は星3つだけでいいです。で、2度目3度目の復習の際には星2つの足にも広げていくということです。あの、1回目の復習の時には星2つもやらなくていいですからね、星3つだけで大丈夫です。で、注意点、星1つの足はこれ解く必要がありません。網羅性の観点から載せているだけで、これかえってね、解いてしまうと、ね、理解を阻害してしまいますので、星1つの足はですね、無視してください。絶対にやらないでくださいね。あの、星1つの質問とか絶対しないでくださいね。星1つはね、もう無視するようにしてください。星2つと3つ、しかも1回目の復習は星3つの足ですね。この該当する範囲の星3つの足を解いて復習ですね。で、必ず、合格基礎テキストの該当ページのね、ところも確認するですね。足別を解きながら合格テキストを、ね、潰していく、それが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。はい、じゃあ以上をもちまして1回目の講義を終了いたします。お疲れ様でした。